おお、ファイナルファンタジープロジェクト、1999年、まあすごーい。もう世代を超えて愛されてるゲームですわね。私にピタ、知ってるこの曲、吉成北瀬様。この曲知ってるぞ。元々鳥山様、高吉中里様、敏郎様。なんか剣が刺さってますわよ。サウンドプロデクター様、小地杉本様、高志片馬様、剣様。なんだこの人たちは。この曲知ってる。ニコニコ流星群で流れてた。雪おいしい様、力様。あ、立った。ニコニコ流星群か、これは。なんかみんなちょっとへこんでないですか。マッサージ。もうどうしたんですの、こんななんか廃墟みたいなとこでみんな座っちゃって、どうしたんですの。どうした、マジで。あ、どうしたどうした。向こうは結構まだ街があるのかしら。こんな焚き火囲んでしょんぼりすることありますか。焚き火ってやったーみたいな、お疲れ様ーみたいな感じはございませんの。でもなんか割と喜びに満ちた表情されてらっしゃる。あ、後ろに光が。なんだ、人玉か。なんか割と満ち足りた。なんかもう満足といえば満足しているような不思議な表情ですわね。え、なんだこれは。これ絶対なんか後半、あのオープニングのシーンってなるやつじゃん。ここって、おオープニング、やばいです、やばい。肩もみが実際何してたのかが分かる。愛じゃん、これって。これって肩もみじゃなくて愛だったんですよ。マッサージじゃなくて愛でした、皆様方。最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。最後なんて言わないで。ユナみたいな顔で見ないでよ、この街を。